どうも皆さん、おはこんばんにちは、そうです。本日は割とゆったりとした速度でクロールを泳いでいる際のバランスの取り方の練習の一つとして、サイドキックをしながらの片手だけで行うスカーリングの練習というのを紹介していきたいと思います。こちらでスカーリングでバランスをしっかりね取れるようになっていくことで、こちらの映像のようにゆったりとクロールを泳いでいる際にも無理なくバランスを取れるようになっていきますので、ぜひ基礎練習として取り入れて練習してみてください。で、早速中身なんですけれども、サイドキックをしながらスカーリング、どういうことをやるのかというと、こういうことをやっていきます。片手を前に伸ばした状態でうつ伏せでバタ足をしながらフロントスカーリングを行っていきます。で、ポイントといたしましては、呼吸をしに行こうとする際にスカーリングのアウトスイープを合わせていくということですね。慣れてきたらこちらの映像のように、毎回アウトスイープのたびにバランスを取りながら呼吸をしに行くっていうのができるようになっていくといいかなと思います。最初のうちはね、毎回呼吸しようとすると、呼吸がおぼつかない人は口に水入ったり鼻に水入ったりして大変だと思うので、最初のうちは呼吸が必要な時だけ適時行っていくというのがいいかなと思います。ただとにかく重要なのは、アウトスイープと呼吸のタイミングを合わせていくということですね。正面からの映像はこういった形になります。で、これ呼吸をしていこうとするときにかけていくアウトスイープの向きっていうのは、床向きの方向に向かってやってあげると呼吸しやすくなります。と言いますのも、呼吸をしに行こうとするときっていうのは、体の開いてる角度が大きくなります。なので、僕が今呼吸しに行こうとするときは胸の向きって真横向いてると思うんですけど、真横を向いてるときの体にとっての外向きの方向っていうのは、床向き、こっちの方向になっていきますので、こういう方向ではなく、こういう方向に向かってアウトスイープをかけていってあげるっていうのが、体に優しくスカーリングをしながらバランスをとっていくという上では大事になってきますね。で、呼吸のタイミングでこのアウトスイープをかけてあげることで、肩甲骨や腕を使って胸を開いていくというね、動きをやっていくことになります。これを入れていってあげることで、バランスを取りながらクロールで呼吸をしていくということが可能になっていくわけですね。実際に動きの練習が終わったら、まずは片手クロールで合わせてあげるといいかなと思います。呼吸をしていこうとするとき、もしくはストロークで伸びを作っていこうとするときに、軽くアウトスイープをかけてあげる。で、そのアウトスイープをかけていこうとする方向は、気持ちプールの床向きの方向に向かってやっていってあげると、こちらの映像のように、呼吸をしてる最中、伸ばしてる腕の位置っていうのが、そんなに大きくずれることなく泳いでいくことっていうのができるようになりますし、胸も開いていけるので、バランスも取りやすくなっていくと、こういった流れになっていますね。で、こちらの映像のように、呼吸をするときにね、大きく外側にアウトスイープをかけていくというのも、一応方法としてはありです。これがダメとかっていうことでは全然ないんですけど、ただ肩関節の柔軟性が足りない人が、これを連続してやってると、だんだん肩痛くなってきちゃったりとかするので、そこの辺はちょっと気をつけてほしいかなとは思います。ただ呼吸をする際にこのようにアウトスイープをかけてあげることによって、で、水上に腕が出ている状態でもバランス自体は取りやすくなりますんで、このどれぐらい外側に向かってアウトスイープをかけていくかというのは、ご自分の柔軟性ですとか、好みで分けていってあげるといいかなというふうに思います。以上を踏まえて、もう一回冒頭のクロールの映像に戻ってみようと思います。呼吸をしようとする際に、自分が体を大きく回す分量に合わせてアウトスイープを軽くかけていってあげる。これが多分、いわゆる一般的には呼吸するときに水を抑えるっていう表現になるのかなと思うんですけど、実際は抑えてるわけではなくて、軽くスカーリングをかけて浮く力をこう水から借りてるって言った方がいいのかなと思います。
はい。でこの時に、まあ、胸もしっかり開いてあげられると、まあ、よりバランスが取りやすくなっていくので、まあ、ぜひアウトスイープやってあげてください。でもちろんそのローリングの角度が小さくなっていくほどアウトスイープそんなにやらなくても十分にバランス取れるようになっていきますので、泳いでいる速度であったりローリングの大きさによってどれぐらい呼吸の時にアウトスイープをかけてあげるかというのは、まあ、ちょっとねその都度その都度調整が必要かなっていうふうに思います。でこれ余談なんですけど、この大きく外方向にアウトスイープをかけていくときにあまりに腕をねこう内側にねじりすぎる、これ内旋っていうんですけど、あまりに内側にねじりすぎるとこう肩関節にかかってくる負荷がものすごく大きくなるので、こう何回も同じこと言いますけれども、肩の怪我したくないという方はあんまり大げさに内旋させない方が体に優しいので、まあ、そこだけ本当に気をつけてください。まあ、もし自分がどれぐらいアウトスイープでこう体の何ですか、この肩の延長線上ですか、肩の延長線上からどれぐらい腕が外れちゃってるかっていうのは、まあ映像を撮って見れるのであれば撮って確認してもらったり、まあ仲間内でどれぐらい外に外れてるのかとかっていうのを見てもらったらいいかなというふうに思いますんで、まあぜひ取り組んでみてください。今回のエピソードはここまでです。また次のエピソードでお会いいたしましょう。失礼つかまつります。ごめん。